1968年のプラトウ基地の、ヨースプラトウ基地の1プラトウ基地は現在、使用されていない、アメリカ合衆国の南極観測基地である。南極の南極高原中央に位置し、学術調査及びドローニングモードランドの中継基地として使用された。基地の位置は、南位79度15分統計40度30分、南位79.250度統計40.500度、 マイナス79.25040.500標高3624メートルである。ドーム、富士基地よりも約220キロメートル南極点によりに位置する。基地は1965年12月13日に設置され、最初の観測隊が基地に到着したのは1966年の初頭であった。基地は1969年1月29日に 閉鎖されるまで継続的に使用されたが、その後も将来使用するための予備基地とされ、またそこは他の米国のどの基地からも遠隔地にあり最も低温なところであった。またこの基地は1968年7月に当時としては世界で最も低い月平均気温摂氏73.2度を記録した場所でもあった。さらに観測期間は短いものの観測期間中の年。 平均気温摂氏56.24度は、ボストーク基地の低、摂氏55.3度もやや下回るものである。観測基地は、アメリカ国立科学財団南極観測プログラム。あらかじめ人選された4人の科学者及び4人の海軍軍人が、基地において海軍軍医の指揮の下、継続的に任務に就いた。プラトー基地の緯度、経度、標高と、観測史上最高気温。 観測史上最低気温、平均気温が記された看板1995年にドーム、富士基地が設置されるまでは、この基地の標高3624メートルは南極最高所の基地であった。この高い標高の効果により極循環は4000メートルを超え、高所の研究に有用な基地となっている。観測期間中に、 ボストーク基地のような最低気温の記録摂氏89.2度に達することはなかったが1968年7月20日には摂氏86.2度を記録し平均気温は一貫してボストーク基地より低かった基地の建物は前もって作成した部品がスキー式膠着装置を装備した C-130 航空機により空輸され組み立てられた 中心となる建物は825メートルの4個の部品により作られ、より小さなジェイムスウェイ射精部品は300メートル離れた場所で組み立てられた。2つの75キロワットのディーゼル発電機が主にエネルギーを供給し、補助的な発電機が非常用に設置された。また空輸のために3500メートルの滑走路が建設された。南極の氷節上に発生する逆転層を 観測するため、様々な高度の位置に観測機器を備えた32メートルの気象観測塔が建てられた。基地の本来の目的の一つは、南半球の下記の高所における澄んだ空気による影響の少ない太陽の観測であった。しかし、基地は異常な気象現象を観測する比類のない機械をもたらすことが分かった。氷彰コアも採取されたが、付随的なものであった。 1966年10月29日に基地居住者らは1センチメートルの高度低下をもたらす激しい雪芯を体験した。これは明らかに表面下の霜の結晶が原因であった。基地の隊員は冷静な判断のできるものが人選され任務についたが就業中の人員の医学的あるいは精神的な変化も調査された。無菌の環境中における免疫的な刺激の減少の 結果、白血玉数の減少が見出された。2007年12月22日に、ノルウェー・アメリカ合同南極学術調査隊が基地を訪れた建物に入り、基地の建物がほとんど無傷であることが分かった。ありがとうございます。